どうですか、もっと守備を一回ハーフまで下がってから守備したいんですよね。でも、どうですか、それは結構前から行った方がいいですか。どうでもいいよ、後ろで言うとは言うから別に下がってもらって、はい、なんか結構今回6人じゃないですか。なんでスペースが結構あるんで、うん、守備で出ちゃうとやっぱスペース空いて、あんまり技術ない相手でも回されちゃうんですよね。でそこで結構疲れるから、金沢からこう出るときにまずコースを出しちゃうのか、ね、OK、あそこでさ3人並んでさフリーにさせるとさ展開を相手が作りやすいから、どっちかだけでも切った方がいいかなと思って俺プレス行ってんだけど、あなんか僕はもう一旦もうすごい後ろに出させて、前に出されなければ OK 的な感じで、でもハーフまで引いて、実はショートカウンターで結構入るじゃないですか。そういうところで取れれば整ってるんで、取れればもう前に行くだけなんで、相手のさこうスピードゆっくりめの時、はいはい、その時ってさ1本目ちょっとダッシュすると焦ってくる、ありますね、それもちょっと狙ってます。今結構前から行ってたもんね。そうです、結構もう疲れちゃってました。相手に寄り切りなんだけど、ああThank you.
ラスト。点入って。おしまい。